番だけ誰も残らんと思う最大4人で、1人1組は3人のチームになると思います。で上位1名が決勝進出で、決勝は1番テーブルで行います。いや、バレチョ俺は3番って言うたばっかり。じゃあ、僕ヒットもらう、ここ1番。で、センターショット対決のルールを大体説明しますね。普通のセンターショットは、まあ、もちろんセンタースポットを見て、ヘッドラインより後ろからついてください。で、2人以上成功者が出た場合ですね、半ポイント下がります。1ポイント下がります。で、次でもまた2人も成功した場合は、ここからになります。おっと、それは1人勝ち上がり。1人勝ち上がり。まず、スーポイントのところで何人脱落するでしょう。森田君、こっち来るか森田君、来なよ一つだけ本人がね。ね、ほんなら3人とかがここやき、12やね。だから16やん。はい、では、順番じゃんけんでも何でも決めていただいて。勝った方が順番だね。
番テーブル上田清さん決勝進出です。早っ3番テーブル羽田沙耶さん、はい、決勝進出です。ワンポイント下げる。ああ、なるほど、なるほど。そうか。え、何そちらへ決勝？ワンポイントですよ。ワンポイントちなみに、ワンポイントじゃないですか、ワンポイント。俺ワンポイントできないんですよ。多分。ここやってないから。怖いの？怖いの？怖いのかなんか入りそうやろ。ワンポイントずれちょったぜ。無理や。あんな当てられたもん。あんなやつ。強いから。あの、おい、綺麗や綺麗や、素晴らしい、綺麗やね。誰と誰だ、綺麗やね、ちょっと待って、やっぱり一人で練習中に見たらいけるね。ね、一人で練習中に、ダブラップみたいなやつ。こんなにバラを使うの？押しました、初めにやった。絶対ない、ないよね、ないよね。成功者
ちゃんも集まりながら集まりないで、それねそれはないでね言うたら勝ち組4人だよ2歳児おめでなんで決勝トーナメント上がってないの俺かあんなに入れるのに欲しいな違う雑誌でも急に消したら映画見つけたよ
あれ。お前はすっごめ。俺が入ったら俺ねってことで。すっごめ。マウンテンマウンテン座れ。座れゴミ虫。ねえ。お前好きやで、俺がお前やクリア。お前は俺が好きやで、お前クリア。クリア。おい。顔がでかい、見やすい。近いぞ、近いぞ。近いな。お前近いぞ。近いな。お前近いぞ。お前近いぞ。何何。おっしゃ。遅延行為。遅延行為。何分析しようよ。やばい、ブルつけちゃったらええよ。誰が分析しようよ。多分気持ちいいや、ちょっと薄めてるとかええないかなと思うね。少年野球のアミスマに俺おっちゃんやよ。めんどくさそう。めんどくさい。やっぱ指導ほら、もっと追っつけないかって。あの箇所が伸びるね。やっぱり超がにったね。ではとりあえず優勝は上田清さんで決定です。素晴らしい。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。今日勝負ねえよ。では2位決定戦を行います。やっぱやっと出番来たじゃん。2位は同じ距離からですか。そうやね、同じ距離から行こうか。じゃあ2位代だということで、で、この同じ距離を2人とも失敗したら1回前に戻ろうと。あ、なるほど。無駄なんですね。1回しかなと思えないね。1位様が、1位様を待たせるわけにいかんか。3位罰金にしようかな。茶番かい、茶番かい、茶番かい。お父さん頑張れ、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 頑張れ。だけど、みんな多いの関係なかった。やばいや、やんま全言うちゃれ、すっこめ顔でかってすっこめ顔でかって言う。すっこめって自分のお父ちゃんじゃない。すっこめ。やあ！茶番が起きた。もう茶番。第2位は、はいだ、そやさん。おめでとうございます。何が持ってないやった。おめでとう。何この茶番。それでは決勝トーナメント入ります。帰り道で喧嘩して分からない。私こっちやこっち、俺もこっちやって別れたら面白い。まだまだ今日は景品豪華、豪華です。